はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の極地丸4をお送りします。で、前回までね、1,2,3 とずっとね、グラフ書いてと、あと極地かを求めてきたんですが、ここでちょっとね、タイプが変わって普通の問題をね、2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は関数が出てます。まあ a が入っちゃってるんですけど、 fx イコール x の3乗マイナス 4x 2乗プラス ax です。で、こいつが x イコール2の時に極小値を取ると。で、その情報だけで a を求めに行きたいというタイプの問題です。で、やり方がピンとくる子はすぐ終わります、これ。やることすごい簡単なんですけど、一応なんでそれが使えるかっていうのを説明しながらやっていくので、ちょっと聞いてみてください。で、まず、極地の話をしているので、この fx 微分していきます。で、前回までずっと y イコールだったんですが、y だったら y ダッシュです。で、fx だったら、微分したら f ダッシュ x ね。で、a を気にせずにそのままやります。だから、3x2 乗マイナス 8x プラス a と、こうなるでしょ。で、結論から言うと x に2を入れたものがイコール0を解いても終了なんです、やること。で、先にやっちゃいます。で、なんでそれができるかを後で付け足すからね。で、つまり f' の x に2を代入します。この2ね。で、入れると2が下から12マイナス16プラス a、 それが0になるので、これ解くと a イコールマイナス4でしょ。これで終了なんです、やること。だからめっちゃ簡単っていう。マイナス4じゃないね、これ。移行したらプラスか、失礼失礼。よいしょ、ちょっと隙間空いちゃったね。普通に間違った、読んだね。で、なんでこれが使えるかっていうと、これちょっと増減表を書くと分かりやすくって、で、今ね、この fx イコール0を解いてどうなるってわからないんですけど、まあ3次関数なんで、基本的にこう山が2つある、まあカーブするとかね、2つあるパターンが多いでしょ。で、ちょっと待ってね、尖角と間違ってしまった。例えば f'x、 よいしょ、 fx ってこうね、書こうと思った時に、じゃあ今2がねの時に極小値取るって分かってるから、まあ2は使うと。で、もう一個分からないけど、じゃあ点点点、例えばだよ、これ完全に仮だけど、何かの数字点点点に点点点となってるとします。で、これ今までね、前回まで書いてきた時に、ここって絶対0だったでしょ、その解いたものだから、極地取るとこだからね。ってことは、今やったように f'x は0になるんです。つまり f'x の2を代入したものは0になるの。つまりこれね、 f'2 は0になる。だからこれで解くことができますよっていうふうにやってください。このやり方はね、いいかな。で、それと同じような知識を使うんですが、ちょっとややこしいのが2番です。1番よりはめんどくさいかなり。で、2番は今度 x イコールマイナス1の時に極大値5を取ります。で、x イコール1の時に極小値1を取ります。で、それを取るような3次関数 fx を求めよう。だから、もう置いてくれてないの、自分。だから自分で置くしかないんだよね、最初に。なので、最初に fx。で、3次関数なので、ax 3乗、bx 2乗、プラス cx プラス d と置いてください。で、一応、3次関数って決められてるので、ここが0になることは許されないです。これ0になったら2次関数に減ってしまうので。だから、ちゃんと書くなら、a.=0。0にはならないよって、a はね。他はなくても構わないけど。と置いてください。スタートはね。で、上と同じように極地を使うので、f'x を出しておきます。そうすると、3ax 2乗プラス、2bx プラス c となります。で、準備完了です。で、これも板書量的にいけるかな。
さっきと同じように考えると x イコールマイナス1の時、 x イコール1の時に極値を取ります。5と1をね。だから、いやこれ書いた方がいいね。その上なぜ一番上に線を引いてしまうんだ、ごめんよ。ちょっとね、板書の幅が心配なので狭くてごめん。 x f'x ね。で、マイナス1と1の時って言われてるからマイナス1…1…です。で、同じようにここは0です。で、マイナス1の時に5だからここが5なの。ね、で、x イコール1、1の時に極小値1なんでここは1なんです。これがプラスかマイナス、ちょっとね、もう判断そこは必要ないんで書かないですけど。それが分かってると。だからさっきと同じように考えたら、まずここからいこうか。この0。F ダッシュ、失礼、マイナス1、これ、ね、F ダッシュにマイナス1を入れたとき、これだね、入れると、3A マイナス 2B プラス C、それが0になります。ここね、F ダッシュにマイナス1を入れたら0になると。で、もちろん1を入れても0になるので、そっちもやっちゃいましょう。F ダッシュ1、3A プラス2B プラス C イコール0になります。で、これ今最初に4つの文字を置いちゃってるので、基本的に4つ式がないと解くことができません。だからあと2個なんですけど、それがこの2箇所、5と1です。で、これは FX にマイナス1を入れたら5になったの。つまり書き方としては F マイナス1です。これはこっちにマイナス1を入れます。こっちじゃないからね。こっちにマイナス1を入れると、マイナス A プラス B マイナス C プラス D、 それが5になります。今で、ラストは右下の1だね。 FX これに1を入れるから F1、 つまり A プラス B プラス C プラス D、 それが1になるよっていう、この4つの式から4つの、答えを出しに行きます。で、これやり方いろいろあると思うんですけど、どうしようかな。まずここ足そうか。そうすると、あ、足せない、引こうか。引くと A と C 消えるもんね、丸々ね。そうするとマイナス 4B イコール0だから、これ B イコール0になるね。 B が0って分かります。で、次にどこ攻めようかな。ちょっとやり方ね、もっと簡単になったらごめんね。ちょっと今思いつきでやっちゃってるんですけど、ここを足し算すると AC 消えるね。で、AC が消えると、足すと 2B プラス 2D イコール6です。で、 B が0って今分かってるから0って消えてしまうので D イコール3が出てきますだよね。で、あとはあれか、 A と C が残ってるので、ここを足し算します。今度ここから足し算飛び飛びできるかな。ここ足し算すると 6A プラス 2C イコール0で、ここを引き算すると、 BD を消したいんでね、引き算するとマイナス 2A、マイナス 2C 引き算なんで4か。で、これ足し算すると C が消えて4だから、あ、入ってるそんなに小さく書かなくてもない。 A イコール1だね。で、一緒に解けるから A が1なんで、1持ってくると C がマイナス3と、こうなるね。もっと簡単なのあると思う、ごめんね、ちょっと今思いつきやってしまった。だから全部出てきたので、あとね、 FX 求めると FX イコール A が1なので X3 乗、ここね、戻すと。で、B0 だよね。だから X2 乗消えて、C がマイナス3だから、マイナス 3X。で、D が3だから、プラス3と。これで終了となります。いいかな？基本的にこっちをまずね、知識として確認してもらって、その知識を使って解く感じ。
もちろん増減表わざわざ書かなくて大丈夫だからね、両方とも。でも書いた方が最初は分かりやすいかなと思いますけど、慣れてきて頭の中で分かるようだったら頭の中で処理してやってみてください。では今回は高校数学数2の関数の極致丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸5も2問ですね、ちょっと複数のこういう感じの問題をねやっていこうと思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。